政治ジャーナリスト田崎志郎氏が28日放送の TBSK 情報セブンデイズニュースキャスター土曜午後10時に出演し27日の自民党総裁選で誕生した石橋下新総裁67と高市早苗経済安全保障担当相63が争った決選投票の結果について分析した1回目の投票では高市氏がリードしていたが決選では石橋が215票 議員189、党員26を獲得し、194票、議員173、党員21の高市氏を上回った。田崎氏は、石破さんの票が多いんですよねと切り出すと、石破さんに言った票は、1回目で石破さん自身が獲得した票、そして小泉進次郎さんが獲得した票などが載っていて、そして岸田派も加わってと語りながらも、でもそれで足し算しても150票くらいなんですよ。 だから四十数票がなぜ動いたかなんですよと説明した。